ママのね、誕生日、違う、母の日のプレゼントを見ていきたいと思います、うん、いいのあるかな。あると思う。そこはね、いっぱいあるから。じゃあ今日は2人のお小遣いを出し合って、うん、サプライズなプレゼントをしてみましょう。はい、パパも自分のお小遣いを使って3人分ですね。3人で1つとかでもいいんでしょ。なんでハマってんの。ミミさん、はい。ちょっと行こうよ。今日はママを大事にね、しましょう。ママを大事に。それいつもじゃん。おい、なんだよおい。自分の口の匂いでしょ。自分の口の匂いじゃないの。え、足の…あ、ほんとだ、足の裏にする。言ってもいい？え、ダメだよ、お店のだろ。ダメだよ、それ。何これ。あ、でも気持ちよさそうだね。見て、これふくらはぎ。回して、回して、回して。あ、でっかいのもあるよ、ふくらはぎ。見て、背中。いっぱいあるのね。ね。なんか気持ちいい系があるね、こっち。あ、ちょうど母の日だ。ハンドケアがある。やる。やってみる。ちーちゃんもやってみたら、ね、いいの。結構どうなるの。動かすの、うん、あー、きつくなるよ。きつくなる。振動が来るのかな。振動じゃないって。振動じゃない。あ、つままれる。空気がね、空気がね、なんか膨らんでんだって。それでね、うん、きつくなるね。だからプシューって言うんだよ。そっか。これいいよ。これよくない。あ、エアーバッグですね。これいいよ、パパ。あ、これか。これがいいかな。これがいいと思う、私も、うん、じゃあこれにしよっか。うん、ね、色は白とピンクがあるんだけど、うん、ママはピンクが好きだから。うん、ピンクかな。ピンク両方したい。え、つけて。じゃあこれにする。いて、いてって言った。あ、これ箱も可愛い。母の日っぽい。これにします。うん、あとこれプレゼント。ありがとう。何これ。君のお金。みんなでしょ。みんな。ありがとう。みんなの金で買ってくれたの。違うよ。なんだろう。違うよじゃないよ。持ち帰ったらあげるね。うん、ありがとう。フィッシー。